できるんだよな。あんのよゲームが。まず1個はじゃん、テトリス。ティンティクティン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 。次じゃん、ゴー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 ゴルフ。じゃん、戦国無双。お、ザックいらっしゃい。じゃん、北斗の拳パチンコ。こいつコメント見てね。いや見てるよ。パチンコ、北斗の拳。次じゃん、プロ野球スピリッツ。そして最後、三国じゃないな。じゃん、悠々白書。これで 120% ぐらいですね。悠々白書、首都暗黒武術界、フルパワー。これね、やってみたい、一番。図工じゃないよ。野球やるよ、俺。これやってみたくてね、一番ね。キャプチャーボードがないから、お尻じゃないよ。これを放送出す。これをね、放送でやるんだけど。ゲーム苦手、俺もやったことないんだよ。新宿の放送と、小丸星をやっちゃったとか言ってましたが、嘘だね。うちの放送何度も来てんだったら、もうそんなコメント、都合の悪い質問はするんですかって。いや、お前がただコメント読まれたいだけでしょ。今全然違う話もしてるのに、お前がその話題に入ってこれないからでしょ。ちゃんと話って流れがあるからさ、今ゲームの話をしてて、お前だけ違うコメントをしてれば、お前だけを構ってちゃうんじゃないか、ただの。一般アカウント。頼むよ。キャプチャーボードはね、俺の確か4,980円か5,000円くらい。3,980円かな。あ、しょうがない。あれ。お前の EIYD な。お前の EIYD。これメモったから、このな、EIYD。これ、メモったから、このお前の EIYD を、悪い。一般アカウント、お前の一般 ID として検索してやるわ。検索の仕方はちょっと教えられない。検索の仕方は教えられないけど、一般アカウントとして、お前探ってやるわ。どんなコミュニティに入ってんのか。どんなコミュニティに入ってんのか。な。お前確認してやるから。お前ニコレポ表示してるか表示してねえか。お前さ、JK 放送とかさ、お前 JK 放送とか入ってんだよ。なあ、JK、なんだこれ。動画は上げてねえな。何この、お前がお前がやばいじゃん。JK 人気だな。なんかさ、なんかどうこうさ、小学生とかどうこうこいつ言ってるのにさ、自分がやばいじゃん。本当に、バカだな、こいつ。俺がニコ生のいろんなツールを入れてんだから、お前はちょっと考えた方がいいよ。JK 見てて、ごめんなさい、タロクシ見てんのか、お前。まあ、お前がほざいたところで、俺痛くも痒くもねえし、ほざいてみろよ、もうちょっと、あと2個目ぐらいしろ。3925、はい、皆さんね、この ID ね、この EIYD を他放送で見たときは、けなしやってください。こいつはね、多分ね、この ID ね、バン、EIYD ね、放送嵐なんで、この ID を見たときはね、見てやってください。どんな放送にいるのかね。大丈夫かな。ごめんね、ちょっと。ごめんね。とりあえずね。今ちょっと行きますけど。オッケー。ちょっと待ってね。再起したね、今ちょっと変だったから。んで、これなんだけど、これ何があったのかね。これ何があったのかな?違う角度の画像があるので、違う角度でね、定点カメラっていうのがあるの、台本じゃないよ。
違う角度があるので、ちょっと違う角度で定点カメラバージョンがあるので、まあ、定点カメラバージョンね、さっき映してくれって言われたので定点カメラ別視点でね、だけど、まあ、喧嘩ダメです。分かってんだけど、やっぱりでもそれでもプライドがあるってことは分かってもらいたいな。まあ悪いことは悪い。あ、マウスが動かねえのか。うん。もう喧嘩、まあこんな感じでね、こんな感じで、まあこんな感じになってます。ということでカメラ変えてね、まあこんな感じ。まあ石川との流れはこんな感じだったってことよ。ごめんね。とりあえずね、今ちょっと行きますけど、オッケー。ちょっと待ってね。再起したの今ちょっと変だったから。角度があるので、ちょっと違う角度で。定点カメラバージョンがあるので、まあ、定点カメラバージョンね、さっき映してくれって言われたので、定点カメラ別視点でね、角度があるので、ちょっと違う角度で、定点カメラバージョンがあるので、まあ、定点カメラバージョンね、さっき映してくれって言われたので、定点カメラ別視点でね、角度があるので、ちょっと違う角度で、定点カメラバージョンがあるので、まあ、定点カメラバージョンね、さっき映してくれって言われたので、定点カメラ別視点でね、角度があるので、ちょっと違う角度で、定点カメラバージョンがあるので、まあ、定点カメラバージョンね、さっき映してくれって言われたので、定点カメラ別視点でね、角度があるので、ちょっと違う角度で、定点カメラバージョンがあるので、まあ、定点カメラバージョンね、さっき映してくれって言われたので、定点カメラ別視点でね、